はい、みちやまです。うちの子反抗期がないんです、こんな悩み、もしくはうちの子反抗期がひどすぎるんですっていうような悩み持っていないでしょうか。そこで今回は反抗期がない子は将来危険だよって話をねしたいと思います。というのもですね、反抗期というのはですね、ひどすぎるとこれはこれで親として辛いですよね。でもないのはないので、これも将来ちょっと心配なんですよ。なので今日はこの反抗期が起こる基本的なメカニズムと、あとはその反抗期の重要性ですね、あとはどのようにお父さんお母さんが向き合っていけばいいのかっていうね、この適切な対処法、これについて詳しくお話ししていきたいと思います。僕の場合はね、この思春期の子供をね専門に今お話をしてきているんですが、今日のお話は幼少期の反抗期もね基本的なメカニズムは同じです。なのでお子さんがねもう幼少期だろうが思春期だろうがどっちでも使えるようなお話だと思うので、ぜひね参考にしていただけると嬉しいです。はい、じゃあまず最初に反抗期が起こる基本的なメカニズムからお話ししたいと思います。そもそもなぜ子供の反抗期は起こるのでしょうか。これね、きちんとした理由があるんですね。何かというと、小さい頃子供というのはね、まあ一人では生きていけません。なのでお父さんお母さんの言うことをね素直に聞いて生きていくわけですよね。でもあるところからやっぱりお父さんお母さんの考えと自分自身の考えにズレが生じてくるんですよ。まあこれは親と子はねやっぱりね人間として違う人間なので、多少やっぱ価値観は違いますよね。だからここでズレが絶対出てきます。でこの時に反発が起こるんですね。まあ、例えば思春期の子供の例で言うんだったら、お父さんお母さんはね高校は工業科に行ってそのまま就職した方がいいと思ってるとしますよね。でも子供はいやいやいや普通科に行って大学を目指した方がいいっていう風に子供が思ってるとします。するとここで価値観がずれますよね。これで意見の言い合いになって子供は親に反抗するようになるわけです。これが基本的な構造です。まあ、これは幼少期だろうが全部同じですね。自分の考えと子供の考えがずれると起こるっていうのが反抗期の基本メカニズムです。はい、では次に反抗期がない2つの理由っていう話をねしていきます。はい、実は最近反抗期がない子って結構増えているんですよね。でこれなんで反抗期がないのかっていうと、まあいろんな理由があるんですが、今日はね特に大事な2つをねちょっとお話ししたいと思います。でこれを知っておくと逆に反抗期がひどすぎる場合のね考え方とかもね分かると思うので、ぜひね参考にしてみてください。まず1つ目がですね、正しい子育てができている場合です。どういうことですかと思うかもしれないんですけど、実は正しい子育てができると反抗期があってもないように見えるんですよね。どういうことか。例えば子供がね、じゃあ高校は普通科に行きたいと言ったとします。でも自分自身親はね、工業科に行ってそのまま就職した方がいいと思っていたとしても、例えばですよ、子供が普通科に俺行きたいんだよねって言ったら、あ、そうなんだ、お前は普通科は普通科に行って大学を目指したいんだなと、うん、じゃあお父さんも応援するから頑張ろうなってもし親が言ったとしますよね。自分は思っていなくても、まあ子供のことを考えたらね、子供の人生は子供が決めるべきだからそれを尊重してあげようって気持ちができていたら、これ親としては素晴らしいんですよね。すると子供としてはね、むやみに反発する意味がなくなるんですよね。すると本当はここでね、親が反発してきたら反抗しないといけないんだけど、反抗しなくてよくなるので、一見すると反抗期がないように見えるということです。でこれはね、状況別によってね、もちろん親がぶつからないといけないケースもありますが、今の進路の話で言うんだったら、僕はね、お父さんお母さんは子供の意思を尊重してあげた方がいいと個人的には思ってるんですね。なので今言った正しい子育て、僕なりの正しい子育てができている場合は反抗期はないように見えます。次に2つ目、本音を言えない関係ですね。こちらは実はね問題なんです。どういうことかというと、例えば子供はね、高校は普通科に行きたいと思っているとします。ただ今までお父さんお母さんがですよ、子供の意見に対して全部反発してきたら、いやそれは違う、お前はこっちで行け、いやこれは違う、こっちでやれっていう風に全部お父さんお母さんの言いなりに子供を育ててきたとしたら、子供はこの時どう思うかというと、まあどうせ俺がね普通科に行きたいって言ったとしても、お父さんお母さんまた反対するんだろうなと。じゃあもうなんか疲れてね、そんなにわざわざぶつかるのめんどくさいから、もういいや、お父さんのお母さんの言う通りにしようって思うと、これまたある意味無気力からの反抗期がない状態になりますよね。これはね実はかなり危険です。なぜかというと、どこかで子供が爆発する可能性があるからですね。もうどっかでね、もう堪忍袋の尾が切れたらね、いつまで俺はお前らの言うこと聞かないといけないんだって急に子供が爆発することがあるので、これはかなり危険な状態だと思ってください。
もしくは爆発せずにモラトリアム人間になってしまう可能性もあります。モラトリアム人間というのは何かというと、主体性のない人間のことですね。つまり自分で行動できないとか、やりたいことが見つからないとか、こういったようなタイプです。この場合どうなるかというと、もうね、ずーっとね、大人になってからもね、やりたいことがないとか、あとは会社とかね、なんか上司の言いなりになってしまう人間になってしまうんですよね。これはこれで一つ問題なので、やっぱりね、この本音を言えない状態から反抗期がない状態になっているんだったら、改善していくことが大切です。はい、次に反抗期への向き合い方3箇条っていうお話をねしたいと思います。じゃあここまでの話を踏まえて反抗期の子供どのように向き合っていけばいいのか、もういろんなポイントあるんですが、今日は特に大事な3つだけねお話ししておきたいと思います。まず1つ目、こちら何かというと反抗期を楽しむ思考ですね。まあこれは幼少期だろうが思春期だろうがそうなんですが、子供に反抗期が出てきたら、よし、ようやくうちの子も反抗期が来たかと、順調に成長してる、よかったよかったって感じで、楽しんでください。どんなこと言ってくるかな、うちの子はどんな意見を持ってくるかなっていうのを楽しみながらやっていくと、比較的に子供へもね優しく接していくことができると思います。2つ目、失敗イコール成長思考です。これどういうことかというと、例えばね、子供がね、じゃあなんか俺はこう思うべきだって言ってきたとします。でもそれはお父さんお母さんからするとね、あ、この意見で突っ走ってたら多分失敗するなって思ったとします。でもね、大丈夫なんです。あ、そっかそっか、じゃあやってみなって感じで、子供に一回失敗させてあげて、そこで学べばいいっていう思考、これが失敗イコール成長思考なんですね。こういった思考でやらせていくと、子供はそこで失敗しますよね。その時にお父さんお母さんがほらね、言っただろって言ってあげると、あ、確かにお父さんお母さんの言うこと聞いた方がうまくいくんだなってことが徐々に分かってくるわけです。すると反抗期も少しずつ収まりながら、適度にお父さんお母さんの意見も取り入れられる子になっていきます。もちろん絶対に失敗させてはいけないこともありますよね。まあ、例えば命に関わることとか、こういったことはね、失敗してから学べっていうのだとちょっと遅いですよね。もう命なくなってしまったら意味がないので、そういうことについてはぶつかってあげる必要もありますが、まあ、それ以外の小さな失敗はね、どんどん積み重ねてあげた方がいいと思います。最後3つ目、チーム思考ですね。チーム思考、これ何かというと、まあ、反抗期はね、とにかく楽しむことは大事だよって最初にお話ししました。ただしこれはね、あくまでも理想論です。基本的にね、子供の反抗期がひどいとお父さんお母さんたちはやっぱイライラすると思います。これはね、仕方がないです。じゃあどうしたらイライラしなくなるかっていうと、チームで子供に向き合っていくってことですね。例えば学校の先生とかスクールカウンセラーとか、こういったいろんなチームでみんなで一緒に子供に向き合っていくだけで、子育ての負担ってだいぶ減るんですよ。あとは夫婦で一緒にやるとかね、自分のお父さんお母さんも巻き込んでね、まあ子供からしたらおじいちゃんおばあちゃんですね、巻き込んでみんなで子供を支えていくとか、地域の人とかと連携してやっていくとか、このようにチームを上手に作れると、反抗期に対してね、お父さんお母さんもだいぶね、優しく向き合うことができると思うので、ぜひこのチーム思考をね、取り入れてお子さんの反抗期に向き合っていただければと思います。はい、ということで今日は子供の反抗期についてね、お話ししました。まあ、こういったね、思春期の子供へのね、基本的な向き合い方については、まあ、日々 YouTube でも配信しておりますが、一番重要なところはね、僕が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上からチェックできます。こちらで一番詳しく解説しておりますので、まあ、もしまだ読まれていなかったら、こちらも参考にしつつ、引き続きね、YouTube チェックしていただけると嬉しいです。